はい、こんにちは、ヘルパです。よろしくお願いします。本日は大事なお知らせをさせていただくのと、先日の動画で紹介させていただいたポケモンに関するコメントのお礼をさせていただく動画になります。え、どうして肉声の実況なのかって。いや、実は私喉を壊していたんですが、先日治療の甲斐がありまして無事復活いたしました。ほぼ復活いたしました。まあ無理しない程度にやっていきますので、これからもよろしくお願いします。そしてですね、ゆっくり実況を見たいよという声がありましたら、たまにまた子たちの方もね、登場させていただきたいと思いますので、ぜひコメント残していってくださいね。さて、まず大事なお知らせについてなんですけれども、一旦サブチャンネルの活動を休止させていただきたいと思います。サブチャンネルを見てない方には、関係ない話になってしまうんですけれども、申し訳ありません。まあ、あわよくは、サブチャンネルの存在を知ってもらえ、ちなみに、活動の頻度が下がるわけではありません。最近実況者界隈では話題の、ミルドムという配信サイトがつい最近、日本でね、サービス開始されまして、生配信に関しては基本的には、そちらで、活動させていただこうと思っています。おそらく、配信時間や頻度も増えると思います、今までに比べて。まあ、要約すると、サブチャンネルでやっていたものをそのままミラディムで、ミラディムって何ですかね。ミラドムで、やっていきますということですね。メインチャンネルの活動はこのまま継続いたしますので、ご安心ください。どんどんやりたいことやっていきますので、ぜひ楽しみにしていってくださいね。お知らせは以上になります。ここからはね、先日寄せていただいたポケモンに関するコメント返信です。では早速、私は木の実は14か15だったはずです。これは木の実がね、最大いくつまでいっぺんに取れましたかっていうお話ですね。14から15ってそんなに取れるんですね。すごいな。欲張りスが出てくるには、条件があって、ガサガサと、木が揺れていると欲張りスは出ていきませんが、ガサガサと間がないと、欲張りスが出てきますよ。これを意識すると無駄な戦闘をせずに木の実を集められますよということで、ありがとうございます。あともう一つ同じような形で、木の実の木は揺れる時間の間隔が短くなってきた時にポケモンが出てくるので、揺らす時に見ておくと対策ができますよと。ありました。ありがとうございます。動画で見るとね、一目瞭然なんですけれども、確かに揺れの時間のね、間隔が違うのがよくわかります。揺れが早くなった段階で次に確定で、欲張りスが出てくるわけではなさそうなんですけれども、目安としてね、非常にわかりやすいですね。揺れの合間が空いている時は、まあまず出てこないっていうのがね、まあそんなに試行回数多くないんですけれども、よくわかりましたので、本当にね、教えていただきありがとうございます。すごい助かりました。次のコメント、まだ厳選作業が終わっていなかったら、攻略サイトなどに掲載されているレンタルチームを使ってみるのもいいですよ。はい、コメントありがとうございます。この手があったかと思ってね、レンタルチームっていうのを借りて、実際ね、先ほど話題に出ましたミラドムっていう配信サイトでね、配信中にバイユールの、バトン型パーティーっていうのをお借りしまして潜ってみたんですよ。まあ一戦しかやってないんだけどね、まだ一戦しかやってないんですけど、ガラナの姿のマタドガスっていうのがね、全然技わかんなくて、クリアスボックでしたっけ、なんかね、ステータスをね全部初期化しちゃうみたいな。でバイウールのそのバトン型っていうのは、どんどんねポケモンを強化していって、その強化を次のポケモンに引き継ぐみたいなやつなんですけど、引き継ぐ前に全部初期化されちゃうっていうね、屈辱的な敗北を味わいました。もう速攻で降参ですね。まあちょっとまだ勉強が足りなかったんで、いろいろねまた経験してやっていきたいと思います。でもレンタルパーティーってね、自分がまだ育ってないポケモン、出会ってないポケモンとか使えるんで本当にいいですね。いろいろ試してみたいと思います。ありがとうございます。はい、次のコメント、カビゴンに木が生えた、紹介ありがとうございます。いやいや、もうこちらこそありがとうございますね。木の生えたカビゴンはマジでドナイトスだと思ってワクワクしたんですけどね、まだ捕まえられてないんですよ。あれ期間限定だっていう話なんで、早く捕まえたいですね。でそれとね、素敵な支援へ本当にありがとうございます。こちらこそ、これからもね、たびたび動画内でね紹介させていただきたいと思いますので、本当にありがとうございます。そしてね、もしヘルパーチャンネルの支援用動画内でも紹介してもいいよというね、心優しい方は、ツイッターにてね、ヘルパチャンネル支援へと、こういう風にね、ハッシュタグを書いていただけますと、規約 NG なものでない限り、動画内でね、ちょっとそんなにすぐには出せないかもしれないんですけれども、ご紹介させていただきたいと思いますので、お待ちしています。いや、めちゃめちゃ支援へ嬉しいんですよ。支援へってさ、本当にね、個性が出るっていうかね、あ、なんかこういう、こう、印象を持ってくださってるんだっていうね、
まあ、ゴルゴの絵もあったりしたんですけれども、まあ、詳しいことはね、あのこのゴルゴの絵っていうのが何なのかっていう詳しいことは、あの前回のねこの動画の前の日に投稿したね、ゆっくり実況のものがありますんで、概要欄にねリンク貼っておきますので、そちらの方もご覧になっていただければと思います。動画の合間合間に紹介絵挟んでますんで、皆さん上手な絵なんで見ていただければと思います。とまあ、今回の動画はここまでとさせていただきます。まあお知らせの方ね、大事なのでもう一度最後に、言わせていただきますと、サブチャンネルの活動を一旦休止しますと。でサブチャンネルでやっていた活動そのものをミラドムという配信サイト、新しい配信サイトの方でやっていきます。で、ミラドムのね方は概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。でもちろん YouTube でもずっと活動していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。今度はね、ゲーム実況でお会いいたしましょう。またねー。